水道パイプを使った花くくり。イノシシの頭から花くくりのワイヤーを下ろすと、イノシシがワイヤーを加えます。輪っかは大きすぎても閉まりません。手のひらサイズより少し大きめにします。ワイヤーを加えると、 パイプの先の線が抜けてイノシシの鼻に締まります作り方は花くくりを千円で作る動画を見てください水道パイプは2メーターを使用してますコツを覚えると簡単にできますあとはロープを近くの木に縛ります 花くくり前には、くくり罠の足のかかり具合を必ず確認してください。